キシ君は最近のライブで頑張っている様子です。彼は4日目のライブで、ナンバー、愛の他のメンバーが疲れている中で元気を与えていたようです。彼の努力に感動しました。キシ君の才能について多くの人が共感しています。彼は控えめですが、素晴らしい才能を持っています。彼の歌唱力やダンスのスキルは一流で、もちろん面白さも兼ね備えています。 彼のかっこよさは無意識に漏れ出ており、あざとさはありませんが、その性格やエンターテイメントの才能は一流だと思っています。岸くんの歌声は優しく上手いだけでなく、曲に合わせて自在に表現できるため、心を引き込まれて聴き入ってしまいます。彼のダンスや表情のコントロールも素晴らしく、人柄も最高です。彼の歌声は世界でも通用する唯一無二のものであり、ナンバー、愛が世界的に成功するためには、 キシ君の歌声を最大限に活かすことが重要だと感じています。私は実際にライブに参加したことがあり、キシ君の安定した伸びのある声がとても心地よかったです。3日目のライブでは、キシ君がこんなにも歌が上手いとは知りませんでした。彼の才能には衝撃を受けました。キシ君の声は変幻自在で、心がこもっているような歌声です。何か惹かれるものがあり、私はカノカからファンになりました。 彼が歌ってくれることにいつも嬉しく思います。岸くんはバラエティ番組でも笑いを提供してくれるようですね。彼はリーダーであり、控えめですが、歌唱力は一流です。この点で、大野くんと共通しています。岸くんのバラードは甘い声で素敵です。彼がイチゴのチョコフォンジをたくさん食べているというのも笑えます。岸くんは元々から歌唱力において優れた才能を持っていました。JR 時代からカノカがうまいと言われ、 キング時代にはメンバーからも24色パレットの歌声と評され、平野くんや長瀬くん、高橋くんたちの憧れの先輩でした。彼のダンスパフォーマンスや体の長さ、手の大きさはダンス表現者として最高の武器です。彼は努力家でもあります。彼の才能はもちろんですが、岸くんは周囲の先輩や友人たちからもストイックで努力家として有名です。 彼は応音の部屋で音楽や演技の勉強をしているということですごいと感じます。岸くんは素敵な歌声と包容力を持ち、美しい瞳と面白い一面もあります。彼の凛々しい笑顔は魅力的で、優しいさも溢れています。バラエティ版終わりでは彼の明るい性格や面白さが発揮され、ファンを楽しませてくれます。総合すると、岸くんは驚異的な歌唱力とダンススキルを持つ一流のエンターテイナーです。 彼の才能は周囲からも高く評価されており、彼の努力と人柄も多くの人に愛されています。岸くんはナンバー、愛の成功において重要なメンバーであり、彼の才能を最大限に生かすことでグループがさらなる飛躍を遂げることでしょう。岸くんの才能は単に歌唱力やダンススキルだけではありません。彼は表現力豊かで感情を伝える力も備えています。かのかやパフォーマンスを見ていると、 心に響く何か特別なものを感じることができます。また、岸くんは想像力にも長けています。彼は音楽やパフォーマンスの分野で新しいアイデアやアプローチを生み出し、常に進化を遂げています。彼の創造性は、ナンバー、愛の音楽やステージングに新たな魅力を加えています。さらに、岸くんはチームプレイヤーでもあります。 彼はメンバーとの協力を大切にし、グループの一体感を高める努力を惜しまない存在です。彼のリーダーシップと協調性は、ナンバー、愛の成功に大きく貢献しています。騎士君の才能の一つには、人々を元気づける力もあります。彼の笑顔や明るい性格は、周囲の人々にポジティブな影響を与え、ファンたちに勇気や喜びを与えています。彼は自然体でありながら、人々を引きつける魅力を持っています。 最後に、岸く君の成長への姿勢と情熱も見逃せません。彼は常に自分自身を向上させるために努力し、限界に挑戦し続けています。彼の情熱と努力は、彼の才能をさらに輝かせる要素となっています。岸く君の才能は多岐にわたり、彼が持つ音楽的な才能だけでなく、人間性やパフォーマンス力にも根ざしています。彼の存在はナンバー、愛にとって貴重であり、 彼の才能と魅力は多くの人々を魅了し続けるでしょう。将来の彼の活躍にますます期待が高まります。